2018オートバックスーパー GT 第3戦鈴鹿 GT300 キロファンフェスティバル予選 GT300 クラスの Q1 からスタートしていくと。さあこちらはニュルブルクリンククラス優勝帰りの2人ということになりますね。井口が担当、こちらはもうどちらが行ってもね、どちらもエースドライバーみたいな感じですからね、はい。まあ、今回でもこの BRZ は注目の1台だと思いますね。そうですね、はい、ここには合ってる車ですよね、さあまずは58秒台、はい、今あんだけ渋滞かいくぐってきて58秒ですからねあの正直まあタイヤ選択をすごい迷った部分があったんですけど、まあ、Q1 で硬いタイヤでもある程度タイムが出て、まあ、ちょっとトップはすごく見えないタイムだったんですけど、まあ、フィーリングとしては決して悪くない状況で、まあ、山内選手につなげて決して悪い状況ではないんですけど、まあ、ちょっとトップとのタイム差がこの鈴鹿はちょっと大きいなっていうのが印象ですね。そしてこの山内は、まあ、ニュルガエルではありますが、よくよく思い出してみると第2戦の富士では2位を走りながら悔しいストップで何度もガードレールを叩いたりとか、はい、珍しく感情をあらわにしたそこの流れからのこの第3戦鈴鹿です。スバル BRZ はローダーセクター4、早ければ上回れるが1分56秒64には3番手、まあ、もう少し前に行けるかなと思ってたんですけど、まあ、非常に悔しい予選になったなっていうのと、まあ、でも自分自身では今の持ってるパフォーマンスはしっかり、全力で走れたので、まあ、良かったんですけど、まあ、前とのタイム差がちょっと悔しいですね。まあ、今回はその4位からのスタートで、なんとか表彰台目指して頑張りますので、また応援よろしくお願いします。